はい、10時45分 JPX デリバティブフォーカスの時間となりました。ゲストをお迎えしています。日産証券首席アナリスト菊川博之さんにお話伺っていきたいと思います。菊川さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まあ、どうでしょうかね。株式市場、アメリカの株式市場は非常に強くて、長期金利もどうやら落ち着いた動きになって高止まりするのかな、少し下向くのかなっていう雰囲気になってきて、マーケット全体幅広くなんかリスクオンみたいな感じになり始めている。そうですね、先だってのウォールストリートジャーナルの、はい、報道をきっかけに、金利がこれまで同様大幅に早く、エンドレスのように引き上げられていくといった思惑、観測といったのは後退して、そろそろ終着点、利上げの終着点はいつになるか、どこになるか、そういったところに市場の関心が移行し始めていると、アメリカの金利もやや頭打ち傾向があるということで、アメリカの金利、そしてドルとの逆相関の金相場、ドル建ての金に関しては、上値は重いんですけれども、徐々に底割れ懸念といったのは少しずつ後退しているような、感じになっていると。まだ一番底をもう一度トライするような局面、今週11月の FOMC では0.75といった利上げ観測が、ほぼ織り込みというか確立されておりますので、ここをもう一度利上げする動きが出るかもしれないですけれども、市場の関心は、0.75は織り込みで、11月ではなくて、その次の12月の、利上げはどうなるかといったところに関心は移行しておりますので、こちらのグラフは CME のフェデウォッチですけれども、0.75もしくは0.5といったところが、交錯しているというか、マクロ経済指標や各報道、そして当局者の発言、等々で、今後もアップダウンしていくんだろうなというふうに思います。0.25というのも少しそうなんですね、積み上がってきてるんですね。上がってきてるということでですね、これはマーケットの期待も少し出始めてるのかもしれないですけれども、今回の FOMC に関しては利上げ幅よりも、その後の声明であるとか、議長会見で、12月の FOMC、そして来年に向けての利上げの終着点に関して何らかのヒントが出るのかどうか、そこの方に多分マーケットは関心を寄せるでしょうし、その後週末には雇用統計も控えておりますので、この FOMC の議長の、会見とその雇用統計にが追認していくのかどうか、もしくはまた逆な数値が出てくるようだと、結構またボラタイルな、動きにもなりかねないですし、で本来10月といったのはアメリカの半期の為替報告、これが中旬ぐらいに例年出ているんですけれども、今年はまだ発表されていないということでですね、若干ここで日本の介入について、クローズアップされるような、局面があるとまたちょっと東京本邦の当局としては介入しづらいといったところを投機局がまた狙うような、動きも想定されるということでですね、若干、変動率が高まるリスクは、要警戒かなという気はしますし、為替報告、そうなんですね、ちょっと忘れてましたけれども、そうですね、で本日は日本の方では、為替介入の実績が判明するということで、日本の介入の余力とこういったところにも市場の注目が集まってくると、やはり波乱気味の可能性もあるということだと思いますね。でちょうどゴールドマンサックス外資系のレポートが、来年にかけて、終着点は 5% ぐらいではないかと、11月 0.75、 12月が 0.5、 そして2月3月と 0.25 ずつ上げてそこが終着点になるのではないかと、いった見通しも出しておりますが、そうすると日米の金利差を考慮すると、150円超がもう一度トライ、してくる局面もないことはないということだと思いますね。
でドル円もサポートされて戻りを試しているというような流れの中で、もう一つ通貨の方で言うと、こちら金と過去の利上げ局面、縦の棒線が利上げ、 FOMC が利上げした局面ですね、はい、で緑線が利下げに転じたところ、そうですね、これですね、そうですね、で利上げの利上げの最初の局面はやはりそれを利上げして金は下がって、うん、で FOMC で知ったらしまいで戻すと、うんうん、でそれを繰り返しながら利上げの最終局面では、まあ、利上げしてもそれほど下げずに、下値を切り上げて、利上げから利下げに転じたところから、まあ、上げが加速していったと、こういったのが前回の利上げから利下げにかけての動きということで、はい、まあ、今回はそれ以上のスピードで利上げを行っておりますので、うん、そうです、まあ、11月12月に関して続けて利上げがあったとしても、マーケットの関心は徐々に次の利下げに向かってくるようであれば、まあ、下のはやはり限定的になるのではないかなというふうに思いますね。でもう一つ通貨の局面では欧州通貨、はい、ポンド、そしてユーロが売られていたことが金相場の上値を抑えていたわけですけれども、うん、まあ、ポンドが新しい首相、英国の首相が決まったということで、うん、三角の持ち合いを、まあ、上に離れつつあるような、はい、状況になっていると、うん、でユーロドル真ん中のグラフですが、こちらに関してはパリティ水準がネックラインになっておりますが、まあ、これをまだ挟んだ動きになっていると。そうですね、まだね、ただこれがポンドに続いてユーロも明確に上っ離れになってくるようだと、この両通貨と相関の高い金相場に関しては、まあ、徐々に底打ち感といったのは出てくるのではないかなと。金単独で見るともう一度一番底をトライする可能性があるチャート形状になっているんですが、仮に一番底を、まあ、支持線割れで、短期的に売られたとしても、その売りには、まあ、ついていかずに逆に買い場を探すような戦略の方が、まあ、良いのかなというふうには思いますね。逆張りで対応した方がいいと。そうですね、ポンドユーロが再び大きく崩れるということになると、うん、前提条件は変わりますが、うん、ポンド並びにユーロがこの三角持ち合いを上に明確に離れてくると、うんうん、いうことになるようであれば、はい、金相場の下げに関しては逆張りで対応した方が良いというふうに考えております。でもう一つ金の中間選挙ですね。おまあ、ニューヨークの株式市場では中間選挙以降割合堅調であるといったアノマリーが有名ですけども、うん、金相場にも同様のアノマリーといったのがあってですね、これは通年の1月から12月のニューヨーク金相場の動きと、赤のグラフが中間選挙の年だけをピックアップした、うん、値動きですが、うん、10月に関しては、まあ、いずれもやはり弱気の時間帯なんですね。で今年もご多分に漏れず上値が重いといった状況が続いておりますが、過去の中間選挙年の金相場に関しては、まあ、11月そして特に12月の、まあ、上昇傾向が非常に顕著であるということで、うん、まあ、今年もこのアノマリーが続くという仮定が あるのであれば、はい、まあ、10月の安値、そして11月の頭の安値といったのはやはり売り込むのではなくて、うん、まあ、買い場を探すような戦略の方が、まあ、優位性があるのかなというふうに考えております。で円建ての金、この OSE JPX で、上場している円建ての金ですけれども、ドル建ての金が下降トレンドを描いているのに対して、上のチャート円建ての金は、まあ、逆に緩やかですけども、まあ、上昇トレンドを描いていると。これはやはり円安が海外安を相殺する形で、はい、まあ、堅調推移になっているということで、こちらに関してはよっぽど大きな円高が進むという事態がなければ、まあ、ボックス相場、今のところ7500から8000といったレンジですけれども、うん、これがもう少し日柄を経て、まあ、いずれやっぱり8000を抜いてくるような形になるのかなと、はい、こちらももうしばらくは、まあ、逆張りで、
対応といった方が良いというふうに考えております。で次に原油ですね。原油、そうですね、まあ、金利動向そしてインフレ動向を見極める上で非常に重要な銘柄でありますが、アメリカの利上げをやはりこちらも嫌気する形で下げていたわけですけれども、うん、OPEC プラスがこれまでの増産から減産に舵を切り替えるといった発表を10月に行って、まあ、サウジの財政均衡価格と言われる、まあ、80ドル水準近辺、うんまあ、これがやはりサポートに一つなるのではないかというふうに考えられております。そしてもう一つ原油相場の上値を抑えていたのがアメリカの戦略備蓄の放出、それも追加で放出といったのは決まりましたけども、今後に関して言うと大きく在庫は減ってきているんですね。もうないんですよね。そうなんですね。逆に今度は積みますというようなこともホワイトハウス発表しております。価格水準で言うと67から72ドル、このブルー緑色のラインですね、このあたりに下がると今度は買い増ししていくといった発表を行っておりますので、これからは北半球最大の需要期に向けて、まあ、これらの水準が、まあ、下値支持として意識されながら、どちらかというと地政学リスク等々の状況以下では、まあ、再度年末そして年始にかけては下値よりも上値リスク、これまでは需要の減退懸念を材料に下がってきておりましたが、今度は供給サイドの材料でちょっと上値リスクに要警戒の時間帯に入っていくのではないかというふうに思いますね。まあ、上値リスクを警戒しなくちゃいけないぞということですね。そうですね。分かりました。日産証券の菊川さんにお話を伺いました。菊川さん、貴重なお話ありがとうございました。はい。